バウンティーラッシュ薫風呪言。呪言の強みは属性変化。吹っ飛ばされたりダウンさせられた場合、その敵と同じ属性に変化します。属性が変化した際発動する特性は多く、攻撃力、防御力の増加や体力が回復します。さらにこのキャラ同属性に攻撃されるたびにスキル1が短縮されるんですが、スキル1ってカウンターなんですよね。しかもカウンターの成功有無を問わず攻撃力が増加しますし、非常に優秀なスキルです。基本的には同属性で戦うことが多いので、サポートはイーストブルーが面白いかも。イーストブルーのサポート、いやごめん、今回緑なんよ。もう一つのスキルも地味に避けにくく、復活特性もあって星さんとしては強いんですが、まあね、隙が